この人だったら。うん。あの、実は追加で買い取りをお願いしたいものがあるんですけど。ん？おお、キマイラとオルトロスなんて初めて見たぞ。ヨハン、ここで見たことは他言無用だ。騒ぎになるかなと思って今まで出さなかったんですけど、お二人なら大丈夫かなと。ちょっとの騒ぎどころではないな。さすがにキマイラとオルトロスは引き取れんぞ。それだけの資金がこのギルドにはないし、そもそも値がつくかどうか怖くて引き取れんわい。ダメか。どうすんだこれ。本当に永久封印か。まさかブルーオーガをこの手で解体できるとはな。やっぱりそれだけ貴重なんでしょうか。当然だ。ブルーオーガってのはオーガの特殊個体で S ランクの魔物だ。このオークキングは A ランクだが、周りに常に数百のオークを従えてるんで限りなく S に近い。 S ランク級がゴロゴロと、こんなのをしれっと買ってくるなんてな。どうしたアスイ。スイもフェルおじちゃんみたくもっとビュービューして敵倒したい。ほどほどでいいよ。いや、職人魂に火がつきますよ。また明日来てくれ。 C ランクのギルドカードも用意しておこう。よろしくお願いします。まずは C ランクのギルドカードだ。おお、銀色のカードだ。 C ランクの依頼受注期限は半年。これで早々登録は抹消されんだろう。ありがとうございます。それと昨日までの買取分だ。え、まず最初に持ち込んだ分の内訳だが、一番の高値はレッドサーペントで金貨201枚、もろもろ合わせて合計金貨461枚だ。肉は倉庫に保管してあるから帰りに寄ってくれ。前回の買取より全然多いな。で、追加分の買取だがな、ハッチはなかなかにすごいぞ。オーガ4体で金貨160枚、上位のブルーオーガに至っては金貨432枚だ。 400? もろもろ合わせて追加分が金貨1415枚。それからゴブリン集落の討伐報酬、最初に持ち込んだ買取分も足すと締めて金貨1946枚だ。このギルド始まって以来の高額買取だな。まだまだ手持ちもあるんだけどな。ん？今回の収入を合わせると金貨2000枚超えるんじゃないか。おーい、おーい、